宇宙世紀0079、11月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。お前が俺でうるさい、黙って聞け。先に聞いておきたい。認証コード確認。名前を登録しろ。ここで戦う君の名を。運命を否、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけて。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ。
に敵がいるかわからないですからね。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ、小隊長。ロックオン敵。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。発動攻撃を解除するわ。小隊長、ビームターベルを。特殊カットやってみろ。特殊カット射撃。ザック撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備。敵無防備。やるな。してる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。ザリア、ザザザリア落ちる。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援。先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。招待状チャンスよ。投げ切り、お見事。投げ切り。2号機3号機の援護に回って。小隊長、ほらよ。ザッ、落ちる。ザッ、モビルスーツの全滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染みだっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。ぜいっ、情報の崖に敵機。狙え、ロックオン。狙え。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。応援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。テイト集中、テイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。先行しすぎたか。友軍の姿が、まるで私たちしかいないみたい。前方ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長撤退を。囲まれてる。無理、絶対無理。これ覚悟を決めるしかねえか。やっ、てりゃー。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってく。ロックオン射撃しろ。ロックオン打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら、独立構成機械化技術支援所、ギャザーロード隊。マッチ、このオデッサには連邦軍は私たちしか存在していない。
いけ！なんだ、冗談だろ。大量大量、どこにこんな戦力が。戦機撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイクアウト処理実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。 SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長を起動します。アムロ総長は、ヤツのことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のフライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの。落ちる。今度はジオン軍の通信応募時。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。は、はい、ラル隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊員って、ライバルラル隊員。どうやって傍受したの。気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースで。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。くそー、これはどうだ。ザ落ちる。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。当たれ。直撃させる。ザッ。木馬を落とす。抜かれないよお前たち。
ザクとは違うんだよ。ザクとは別のモビルスーツに変わった。じゃあかわせるか。落ちろ。当たれ。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。翔太長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。俺が必ず戻る。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。イノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな。俺にはわかんないよ。私もよ。でも確実なのは今の状況は間違ってるってこと。腹はくくれたね、イノ姉さん。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。ザッ、この爪どうだ。当たれ。くそ、どうしいな。ギュッ、落ちろ。体勢を回復する。直撃させる。まだやれるぞ。沈め、落ちろ。その程度。どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたナル隊やザクはどうだったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。そうよね、通信も繋がらなかったし。他の隊員さんたちはオデッサで解放されたんだってば。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル。この G ユニバースでも拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと
覚えてない？あ、確かに未来じゃない。ランバラル大尉はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに曲線が美しい。じゃなくて問題は何がどうなってあのガンダムが現れたかってことでしょ。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍。私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの。じゃあ SACRA だからサクラ、その後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ピノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハローサクラ、ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだのブレイク現象だの悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録か。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によるとユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。ああ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン公国軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？
ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ小隊長。あ、いい機会だからモビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。ほう、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジア、ソドンでの戦いだと、本来はランバラでタイのグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバタスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。ちょうどいいか。その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だってルネさん、一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス、ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む、それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。それだけ正確なデータということかしら。とはいえチューンアップはしていかないとね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。必
管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロー操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。ハロ君がミッションを検索してくれてるから、次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけど、まだ回答がなくて。この間に次のブレイクミッションの舞台ガンダムバルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自立型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏 PD ポストディザスター300年代のお話。
というわけで今回のミッションは鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表まかない東吾之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど、元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは武装した鉄火団やまかないさんを町に入れたくない。裏で対抗馬とつながっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だからオルガも賭けてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとな、ミカ。頼んだぜ、みんな。よし、ここは鉄火団にして頑張ろうね、小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。私たち以外の鉄火団員。ブレイク電子を確認。分かった。 DO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。小隊長さん、全滅させて。ここでリムーブしなきゃ。ザここで全部終わらせる。ガンダムパルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは？何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象でシリスがずれてる。当てる、直撃させる。出てこなければよかったのに。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ？違うよ、あれはガンダムエピオン。アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのは
ヒーローユイ君じゃない。ライトニングカウント6番目の男、ゼクス・マーキス2級特佐だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出すシステムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない、ただ鉄火弾よ。オルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を直結する荒屋敷システム。この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。そのものがどうしてガンダムなんだっけ。いえ、ガンダムだからこそなの。逃がしません。やるな。体勢を回避する。全力で叩かせてもらう。まだだ。振り回しすぎか。これはどうだ。ガンダム、私の挑戦を受けてくれるな。当ててみせる。飛び込む。ちょっ、ガンダムだよ。遅いな。全力で叩かせてもらう。その目で見るのだ、戦いがいかに汚く卑劣であるかを。まだ動く。遅いな。全力で叩かせてもらう。直撃だ。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは、バトラー、三日月君。さくら、ブレーキ修正ってこれでいいの。残念ながらまだだよ。あの修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さん、お疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。ブレイクミッション発生。了解だよハロ君。
DO にガンダムエピオンとくれば AC アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？エドモントンでランバラル大尉のグフと出会えれば話は早かったんだけど、以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル大尉のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ、オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。